はい、えー、ついてですね、グローを説明したいと思います。えー、これも重要なエフェクトです。えー、グローはですね、まあ、光を拡散してですね、まあ、発光させるような、えー、そういったエフェクトの一つです。じゃあ、ちょっと早速入れてみますね。まず、グローの。 定義なんですけども、グローは明るさが明るい部分を発光させることができます。え、これ入れて、入れないで見てみるとわかるんですけども、要は輝度が上がってる部分、白に近い部分ですね。この辺とか、この辺とか、まあこう太陽ですね。あとここも結構明るい方ですよね。こっちのグラフっていうか、図を見ていただくとわかると思います。で、逆にこっちの手前の方はほとんど影になってて、まあ暗いですよね。なので入れた場合っていうのは光があるところしか光りません。 なので、あの、暗い色にしっくらグローをかけても明るくはなんないわけですね。まずそこら辺を覚えておいてください。えー、例えば、こんなのわかりやすいですね。これをちょっと見ていただきたいんですが、これ光ってる部分ってグローかかってるんですよ。つまり、こちらの部分の黒い部分っていうのは光らないということになるわけですね。あと、グローなんですけども、今、位置こういじっていただくと、はい、どのくらいまで、えー、実際にグローの強さっていうのを高めるかっていうのを確認することができます。 あと、グローのですね、半径。はい。もわーんとしてですね、こっちだとシャープになったりします。あと、強度ですね。どのくらい強いかという。まあ、これが3つ主にいじるところです。あとですね、グローの色っていうのは、基本的にはこのベースの色になってるんですけども、えー、これをですね、A、B という形で、グローの色をちょっと変えましょうって、カラー A をですね、そうだな、なんか、こんな色に変えると、 そうですね。ここら辺変わりますよね。というふうにグローの後の値っていうのもですね、色を変えることができますんで、まあこの辺もですね、いろいろといじってみると面白いかと思います。はい。あとですね、えー、どうしても全体を光らしたい場合にはですね、事前にレベル補正などをかけて、全体のまあ明るさを上げておくという技もあります。これちょっと力技なんですけども、ここで例えばですね、ぐーっと持ち上げちゃって、持ち上げて、明るいなと。まあこの辺もやっと色味っていうか明るさが出てきましたよね。そしてグローをかけると、まあこんなような感じになります。 これ、レベル補正がない状態だと、こうなりますよね。なので、レベル補正とかですね、軌道を調整するものをかけて、その後グローをかけるっていうのが、一番まあ、やりやすい方法じゃないかなというふうに思います。